今私が来ているのは鹿島市のとあるお菓子屋さんなんですけれども、上り旗が立っているんですね。でその上り旗になんともなんだか不思議な名前が書いてあるんですよ。一体どんなものかと見てみましたら、極みトマト大福というふうに書かれていたんです。でこちら和菓子屋さんなんですけれども、カフェが併設されていて、現在はそちらでお話をしています。さあこの気になる極みトマト大福についてお話を伺っていきます。自己紹介をお願いします。マルサンローホの笹沼と申します。笹沼さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まず気になるこの極みトマト大福なんですけれども、一体こちらは何でしょうか。まあ、文字の通りトマトの入った大福になりますね。トマトの入った大福、一体、まあ、大福にトマトはどのようにして入っているのか気になるところなので、実際に食べてみてもいいですか。どうぞ。ちょっと早いですけれども、いただきたいと思います。こちらに今ご用意いただいているんですが、まあ、見た目は普通のお大福ですね。はい、全然トマトな、見た目が、この状態外見からだとわからないんですけれども、いただきたいと思います。やっぱりもっちもちな中にですね、赤のおそらくトマトの表面でしょうか、なんか見えてきましたね。まさかこれ丸々と入ってますか。丸ごと一つ使ってます。そうなんですね。これトマトの周りは白あんですか。はい、白あんになります。このお大福の甘さ、そして白あんのもうこってりとした甘さの中にこのトマトの酸味っていうのが本当にちょうどよくて、特にこの初夏の爽やかな気候に合ってる味ですね。そうですね、やはり酸味が一つポイントになりますので。あ、そうなんですね。はい、まあ、気になるところなんですが、なぜ大福にトマトを入れようと思われたんですか。もともと茨城県産の素材を使った大福ですね、そちら力入れてやってまして。あ、そうなんですね。はい、一番最初はあの深作農園さんのいちごを使わせていただいてまして、あのいちご大福は非常に人気いただいてて、その中で深作農園の社長様の方からですね、うちのトマト使って大福やってみたらいいんじゃないの、と言われまして、はい、で試しに作ってみたところ、それがすごく美味しかったもので、ね、はい、でこちらあのトマト大福なんですが、お店の入るちょうど前ぐらいの黒板にトマト大福始まりましたというふうに書いてあったんですけれども、期間限定なんですかね。はい、そうですね、基本的にトマトが出てきてからスタートになりますので、だいたい5月下旬ぐらいから始まることが多いですね。あ、5月下旬からということで、もう今真っ只中ということですね。はい、やっぱトマトというと、まあ、夏なイメージありますからね、はい、すごいさっぱりとしていていいと思います。また極み丸々大福というシリーズになっているということですね。はい、はい、通年でいろいろやらせていただいてます。はい、その中にいちごがあったり、はい、あと栗なんかもあったりしますから。そうですね、あの茨城はやっぱり栗の産地なんで。そうですね、はい、笠間の栗を使わせていただいてます。茨城の美味しいものとこの和菓子の絶妙なコラボレーション、楽しみいただけると思うんですが、今の時期はこのトマト大福が美味しいということですかね。はい、そうなります。はい、笹沼さん、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、すごくさっぱりして美味しかったです。はい、ありがとうございます。この時間は、鹿島市のお菓子屋さんから極みトマト大福についてお伝えしました。